俺が朝起こしに来たら必ず起きるんだ。あーすいません、水でちょっと。見つかれた、ひとれた。ナイスナイス。よしよしよし、戻る戻る戻る。だから言ったじゃん、ついてきてってさ。朝になった、朝になった。俺今、俺方向地なのみんな忘れてたの。やばいよ。周りの、あの名前探して、俺らの戻ってきた。あの四つ角の場所頑張って行って。待って、やばい、一周回って戻ってきちゃった。朝になったぞ、もうやばいやばいよ。だって終わった終わった、絶対終わった絶対終わった。お願い、迎えに行くリスクやばいわ。でかいな。時間稼げ、時間。あ、でもまだまだ来てない、まだ来てない。大丈夫大丈夫。時間稼いでくれ。あの、端の方、ちょっと待ってね、ちょっとでもどこにいるんだ。ちょっとでも一旦下にいるから、名前、ネームプレートで。あ、あった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 。あ、いいじゃんいいじゃん、このネームプレートに向かって走ってきて。間に合う、もうちょっともうちょっと。最悪僕寝てるふりするから、あっちゃん寝てるふりじゃなくて起きないって言って。喧嘩売って、喧嘩売って、チグに喧嘩売って、大丈夫大丈夫大丈夫、もう大丈夫、チグに喧嘩売って、チグに喧嘩売って。うるうるうる、それは死ぬわ。チグに喧嘩売って、やばい、もう足音、あ、来てる来てる来てる、あっちゃん僕起きないって。よし、おはよう。うわぁ、ひにゃーん、ひにゃーん、起きろズピー。ズピー。ケチャが。ズピー。あ、すいません、あ、寝てた。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おい、混ぜた、お前も起きろ。あ、ごめんなさい、おはようございます。お前どこに入ってんだ。すいませんすいません、あそこで寝ないとちょっと安眠できないっていう癖がありまして、すいません、爆睡してました。すごい匂い。よく寝てたな。では今日はお前たちが刑務所に来て9日目だな。はい、もうそんな経つんですね。はい、あ、お早いな。今日も早速刑務作業だ、ついてこい。はい、おい、僕たちの処刑日数が短くなっていくからか、なんとなく心なしか寂しそうな警官やな。いや、そんなことはないぞ。そんなことはない。早の刑持ってるからないもん、現在進行刑で。早く死んでくれって思ってるかもしれない。思ってんのか。よし、ケチャとアッキーがここで今日は釣りをしてくれ。はい、お前勝手に開けるな、いちいち。ああ、すみません。分かったね。俺の許可なく勝手にチェストなど開けるな。はいはい、お前もう釣り竿取ってんじゃねえか。はい、あ、戻します戻します。すみません、早すぎて、もう刑務作業したすぎて。適性悪いんで。お前はちょっと緊張感がねえな。お、お前は囚われの身だからな。はい、お前たちの命は全てこの私が握っている、いいな。はい、すみません、気をつけます。では、はい、ケチャとアッキーは、釣りをしててくれ。はい、取りまーす。ちょ、そこに小麦積んでるが、一旦ちょっとそこに置いてるだけだから、まあ気にしないでくれ。はい、オッケーです。では、はい、よろしく頼んだ。よし、じゃあちょっとあれするか。でさ、ここにさ、トロッコあんの分かる？分かる分かる。これさ、なんか下と繋がってたよな、確か。これさ、しかもさ、押してみるけど、あ、使った。押すとね、押すと詰まっちゃうよ、前僕も。そうなんだ、詰まっちゃうんだ。今日はアットが、食堂の奥にある、調理場のレシピを見て、なんかシチューとか作ってやってくれ。素材は入ってるから。わかりました。いいですね、いいな、シチュー楽しみだな。レシピは僕が書いていたんで、ちゃんと見て、ありがとうございます。僕はちなみに今日また別の作業なんですか。お前は旗担当だ。そう、大好きな旗だよ。旗？大好きな旗だよ。こっちについてこい。はい。ちなみにお前が前回作った旗はしっかりと壁に飾っているから。あ、嬉しい嬉しい。あ、嬉しいな。では、でも旗職人として頑張ります。今日もたくさん旗を作ってくれ。はい、頑張ります。はい。あのさ、どこ連れてかれたの。俺は食堂。あ、はいはいはい。あ、二人別なんだ。そうね。だからね、もらえたらもらいたいんだよな。あ、そっかそっか、2人別だったな、作れんじゃんって思ったんだけどね。そういうこと。で、こっと、え、なんかさ、トロッコとか繋がってる場所ある、そっちに。ない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 。ないか、じゃあ普通にトロッコ送れるやつあったんだけど、なんか途中で詰まるから意味ないんだけど。そうなんだよね。俺らは釣りしてる。とりあえず3つぐらい作ったよってことを見せたいから。うん、一応ここに置いとくんだけど、やんのかな。これ何なんだろうな、これマジでね。この旗の作業はこれ何なんだマジで。何か違うのかもしれないね。刑務作業は一番意味わかんねえんだよな。なんかさ、釣りでゲットしといた方がいいものってある？なんかあるのかな。あ、これまず石もらえない？石？うん、積んであるだけ。ここでつって。おい、てかこれ曲げる。あ、棒曲げる？あ、棒は大丈夫、棒大丈夫。このさ、俵あったじゃん、さっき。うんうん、これ積んでるだけって言ったけどさ、素手で壊しちゃダメだよね。
俵は。いやー、思った。いいと思うよ。あるのかな、なんか。戻せば大丈夫かな。戻せるから、一応全然大丈夫だけど、一応気になるよね、下何かあるのか。ねえ。ちょっと見てみようか。素手で壊していいものではないけど。あ、そっか。でも俵は言わずもがな、別に大丈夫なものだよね。俵は、染料必要な部分とかないよね。なぁ、多分ないわ。旗と染料って別に何もないよね。 なかった関係ないっぽい。大丈夫大丈夫、関係ないか。オッケー。あー、これか。 あんまないね。大丈夫。じゃあ魚釣るわ。オッケー。丸食堂ないよね、他になんかやれそうなの。とりあえずピッケル作れそう。あ、作った作った。ナイスナイス。だから俺たちは今鉄鉱石とひび割り試練がいけるんだ。ナイスすぎる。ナイスナイス回収。危ねえ、マジで死にかけたよ。いや危なかった、マジで。え、ちょマジさ、チグ監視にバレる寸前だったくない。ほんとに危ないよ、マジで。ちょっと俺ガチでドキドキしたわ。ファインプレイだったよあれ。ナイス。よし、ゲーム作業終了だ。はいはいはい、はい、まずだからちょっと先にいいか。はい、作りました。どうだったでしょうか。少ねえな。あ、少ないですか。お前の実力ならもっと作れただろうに。すいません、ちょっと一個一個のクオリティを求め始めちゃって、ちょっとなかなか作品ができなくて。そういうことか。はい、すいません。認められてるの。職人魂。色合いとしてはまた新しいものをまた挑戦したので。まあそうだな、ちょっとまずだ、お前一旦ついてこい。あ、はい、そしてちょっとアートもここで回収して しよう。ちょっと裏口からでいいか。で、ちなみに、はい、作ったやつはこことこっちに入れられます。あ、なるほど、いいな。じゃあ次、食堂の時間の時にこのキノコ師匠を出してやるから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、うまそう。キノコ師匠、アットも大好きなキノコ師匠じゃないか。いただきます。お前がこの刑務所に囚われた時に書いてたからな。あとが一番好きな料理、確かに。あ、キノコ師匠が大好きだと。めっちゃ迷ったんだ俺は。おい、なんかチェスト開けて。誰だ？タク？危ない、本当に。すぐ監視は良くないですよ、本当に。ちなみに見ろ。俺じゃない、俺じゃない。はい。この温泉の場所にある鏡のようなこれ。これは旗で作ってるんだ。はい、うん。旗を極めるとこういうこともできるんだぞ。すごい。すごい。これ作れるようにいつかなりたいです。ああ。この監獄から出たら僕旗職人になります。お前は出れねえぞ。そう、同じ死刑囚だから。そうだよ。マスター君こっちだよ。今まででやっぱその働きが良かったやつがずっとここで働くようになったとかってないんすか。ハト君、なんか2人の声が聞こえる気がするな。あれ、その距離だと聞こえるはずがないからな。よし、2人ともついておいて。今のタイミングで右だよ。あ、今のタイミングか。ポチャンのタイミングで。これ何分に行くの。やばいぞ。一個もさ取れてなかったら怒られるぞ、さすがに。やばい、どうしよう。よし、上の二人も、チェストに全部返して魚とかも入れてくれ。はい、はい、このフグとタラと鮭が取れました。あ、でさっきここでぶつかっちゃったんですけど、なんかここ突っかえてるけど大丈夫ですかこれ。あー、これよく突っかえるんだ。突っかえてたの。まあ気にしないでくれ。あ、わかりました。お前なんで小麦の上に乗ってたんだ。いや、ちょっと高いところからの方が取れるかなと思ってやったんですけど、プリカンシュ。まだ僕は一人前じゃなかったんで。釣り竿は、ああ、そうか。あ、返しました返しました。はい。ん、なんか魚4匹しかいなくねえか。しかも全部これ俺です。あれ、はい、5匹。すいません、けちゃう。いらねえじゃねえ。すいません、これ食え。ありがとうございます。いいんですか。人参だろそれは。それ人参だ。なんでお前人参持ち出してんだって。普通に、あああああ、罰が。お前ら食べ物は全部出せ。本当だよ、食べ物は返しなさい。視界が、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 お前3個隠し持ってんじゃねえか。あ、やばい。すいません、これ手癖が悪いもんで。もう何でも変わっちゃうんで。じゃあ次は自由時間だから、ヒロがついてきてくれ。はい。あ、これ TNT に変わったんすね、そういえば。いや、出てきた。あ、そうだ、お前たちをビビらせるため。いや、爆発したら怖いなって思ってたんすよ。ビビらせるためだけに作ったんや、あれ。やっぱここ一番落ち着くな。よし、体、うん。では自由時間を楽しんでくれ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一人癖やつ。よし、お前ら食べ物、私に食べ物。食べ物ね、俺こっそり持ってるから。あれ、作業台ってさ、どっかにあったっけ。いや、もうね、アットがね、作ってくれた。あ、ナイス。作った作った。じゃあさ、うん、あ、でもまだ怖いか、自由時間で。さっき言ったさ、うん、
釣りのとこも壊せるような壁ね、あそこにいます。釣りのとこ、え、釣りのとこも壊せるの？釣りのとこの下の階、そう、階段手前のところ、はいはいはい、にもさ、やった一旦壊せる場所あの把握し合おう、ね、そこでしょ、まずそこ懲罰棒、懲罰棒、うん、あとなんかお互いやってたとこの間のなんかちょっと地面が、あーそうだね、一マス鉄柵がない。でも俺的に階段の下バレたらだるいから一番最後に持っていきたいな、うん、そうだね。ねえねえねえ、あそこやったっけ、お風呂のとこは。お風呂やってない、あ、やってない、ね、お風呂も壊せたよね。そうだね、お風呂とか懲罰棒はバレない気がするねえ、うん、でお風呂はまあおのずと勝手に行くときがあるからその時に、うんうん、まあ、あそこそこ壊せばいいから絶対にその日に悪さしないようにしてほしいな、あのピッケル持ってる、うん、そうだね、うんうん、まあ懲罰棒行ったら懲罰棒やってくれる。風呂っていつだ俺たち。確かにもうそろそろじゃない。そうだね、そうじゃない、そろそろ9日目でしょだって。確かに確かに、お風呂もそろそろ入れそうだね、うん、次だからちょっとそれ要望出そう、うんうん、よし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 。ちなみにさ、下くぐれる場所っていうのはみんな把握してる？俺とアットさっき見たんよ、どこだっけな、下くぐれる場所どこだ、どこ、これね、ここ、いいな、ほんとだ、そうそうそう、あそこ、ね、通れるようになってる、うんうん、うん、ここか、そうそうそう、ピッケルが、そっか、鉄ピッケルさえ手に入れば俺たちは脱出できるのか。そうだね、え、でも鉄鉱石なんて見てないよね。ね、うん、まだどこでも見てない。いや、あるのかな。地下の方に結構眠ってそうな感じあるな、ねえ、結構なんか、空いてないとことかいっぱいあるから、ね、うんうん、いろんなとこあったもんね。いや、でもこれ石のピッケルできたらでかいぞ。あ、でかいでかい。残り10、あれ一番少なくて15とか14かな、多分そんなもんだ。1位以内にマジで、はい、一気にちょっと頑張らなきゃいけない日が。やっぱ刑務作業をうまくしながら、でも刑務作業してなくてもあれるし、なんか見つけた時独房無視されるからさ、うん、誰か独房石ピッケル持って入って、そっからなんかある程度自由に、うんうん、動くのってありじゃない。ああ、なるほどね。結構あいつあれだからみたいなので飛ばされるじゃん、ミニカズ。確かに確かに確かに、それちょっと熱いかもな。うんうんうん、ちなみになんだけど、この噴水の地下ってなんかあったっけ。結局石かなんかで掘る場所があったんだっけ。いや、地下あったっけ。いや、あったよ。この噴水の地下は石掘る場所あったっけ。あれか、みんなみんな来てる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 、みんな持ってきてる。キモゴリムゴンでもあー怖かったー、ナイス、危ねえ。どうせ無視とこ、ただちょっと行っただけなのに。これはそっか、あそこと繋がってんのか、あの見てるな、話のとこと。お疲れ様でーす。10時間でーす。お疲れ様です。まあ、お前たちも式が近いということで、はい、ちょっと長めに撮ってあげたという感じだ。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。よく楽しんでますよ、はい、出ろ、寄せを楽しんでます。寂しいです。次は食事の時間だな。やったー、ご飯だ、やった、会えた。アットが作ってくれたキノコシチューがあるから。いやー、シチュー楽しみー。いやー、アットの前の食事じゃん、よかったね、アット。ねー、よかったね。あっちゃん、嬉しすぎて泣いてるよ。関係待ってる。汁物久しぶりー。来た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 、人参も一応入れておくから。ありがとうございます。来た来た来た、たいきます。いただきます。そしてみんなで食べよう。いただきます。食事の時間は楽しんでくれ。はいはい、お疲れ様です。うまーうまーい。あと食べなよ。え、なに、キノコシチュー、うまー。おいしい。俺は人参で大丈夫だから。え、大丈夫。おい、好きじゃなかった。大丈夫、ダイエット中。ダイエット中。あー、これさ、使えない使えない。さ、裏口からさ、食べる場所なんてないよ。ないね。一応見てみる。行きたい場所とかないよな。溶岩のとこに何かあったりしたっけ。溶岩、俺たちの地下と繋がってる。なんか掘りに行けないかな。苔の丸石だったら取れるぞ、多分。あ、そうそうそう、うん、ここにあるけどね。でも別にこれ関係ないでしょ、うん、一応これはね、これ丸石と取り替えた。そう、交換してる。あ、はいはい、でも飯の時間は早いからな。そうだよね。夜寝るときに集めとくとね、みんなに配れるくらい。うんうんうん。トイレ行ってくるわ。あ、本当のトイレ行ってるわ。ガチトイレだな。え、待って、僕もトイレ行きたい。行ってきなさい。行ってきます。外に追い出せないかな。消し出そう一人の方が早いかも。あ、それがいいや。
一発ギャラクタンクチさんが入る限り確かに、やばいやばいやばい、なんか変なことになってる。こいつ危ない危ない、帰ってきた。お前ら危ない。大丈夫、まだ監視来てない。危ない、監視はないけど、ここから出されそうになったよ。アキアキアキ、ここから出されそうになったよ。僕も取りてるな。あれあれ、やばい、ミュートで話しててみんなに話しかけてるのに無視されて僕いじめられてる。びっくりした。なんか今日長いな、忙しいのかな。まあでも全体的に長いや。さすがにちょっと怖いな。ちらって見てみよう。てか このパスワードって、あ、開けたのかこれ。じゃあちょっとマグマ行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。大丈夫？大丈夫よ。まあまあまあ、あの後ろで料理作ってましたとか何とでも言えるから。うん、オッケーオッケー。うん、苔の悪い人っていいよね。うん、苔どっかで使えるかもしれない。あ、お疲れ様です。よし、食事の時間終了だ。はい、お腹いっぱい。早く出てこい。お腹いっぱいだ。お腹いっぱい、もうパンパンだよ。パンパン。先輩。ん？ちょっとまずっと。早く出てこいっつってんだろうか、お前。はーい、今行きまーす。行きまーす。てか、お前ら、あの、そっちは基本入るなよ。あ、そうなんですか。あ、だから俺がわざわざキノコ臭取り行ったんだろうって。あ、知りませんでした。そういうことか、すいません、申し訳ないです。くそ、うまかったか、キノコ臭は。めちゃくちゃうまかったっす。もうキノコ大好きなんで。え、プリカンシは食べました？いや、私は後でいただく。あ、ちなみにどうだった、あとは。あ、僕はあの人参の方をいただきました。入れていただいた。そうか、はい、ありがとうございます。キノコシチューの方はなんか食べなかったんですよね、なぜか。そうなんすよ。ダイエット中で今自分、うん、食べないとかありなんですかね、刑務所なのに。まあ、それは自由だわ。いてなんか流れた。あ、いやいや、ちょっとちなみになんか俺にキノコシチューを食べてほしそうだったが、ケチャ。はい、まさかお前毒でも入れてるんじゃないだろうな。はい、いや、プリカンシェ、はい、いつでも、はい、どうぞ食べて。お前だから持ち出すなって言ってんだろ。あ、すいません、ダメだよ。すいません。もうこいつ死刑でいいんじゃないですか。言われたもん。まあ許してやってください。お前次持ち出したら本当に日数減らさなきゃいけないからな、気をつけてくれ。はい、すいません。過去にあったんだ、一度囚人が作ったご飯を監視が食べて毒が入っていてな。そんなことあったんすか。それで2日ほど私は動けなくなってしまったんだ。だから僕は愛を持ってるんで大丈夫です。では。また多分嫌われてるぞ。マジかよ。殺殺持ち出さなきゃよかったよ。あ、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、先輩行っちゃった。週刊週いつもお疲れ様です。最近ちょっと人使い荒いんだよな。中間人の時間が少なくて。マスター返して。あー、じゃあちょっと開けてもらっていいですか。いや、ポイってしたら拾えるから。開けて、いや全然開けてくれれば。はい、取り来てください。取り来てください。うわあれ、なんかあれ、あれ、先輩、あれ、先輩来た来た来た。嘘ですから。先輩、嘘ですから先輩。ジョークジョーク、来てもらっていいですか。ジョークジョーク、満足げにシーワーゲインを歌っていたとこなんだが。When I tell you all about it, when I see you again, we come a long way. 先輩、まさか聞かれてはいないだろうな。あの、ちょっと聞いちゃったんですけど、はいとか言っちゃった。先輩、動揺してる。なんだ、先輩、早く来てください。はい、僕が看板の日数変えてたところだったんですけど、マスターの変えようとしたら看板取られちゃって、中まで取りに来いって言われて、中入ったら閉められました。やるか。僕そんなこと何も言ってないです。3日ぐらい減らしちゃった方がいいんじゃないですか、これ。そうですよ、いいっすよ、こいつやってないです、何も。僕何も言ってないです。看板を返せ。返してます。ほら持ってる。看板を返してもらったんですけど、閉じ込められた。いちいち私を呼ぶな、今くらいで。満足げに See You Again を歌っていたんだから。お前もたまには自分でどうにかしてみろ、囚人ぐらい。そうなんぞ、満足げに See You Again 歌ってみろ、逆に。こっちなんだ。あとお前、チグ、なんかここのセンスあっただろう。
あれ、あの囚人だけじゃなくて、あの監視の私が入ってもなってうるさかったからちょっとあの撤去したからね。あ、わかりました。すまんな、ちょっと収上げようになっていたから動揺して、はなんだ。じゃあ、先輩、看板返してください。みんな好評だったんで、また食事作る機会あったら僕、キノコのスープ作りたいんで材料だけお願いします。あ、いいが、お前、ちゃんと食べろよ、じゃあ。あ、食べます、食べます。あ、リアルで食べるので。じゃあ、吸い上げ。あ、落ち込んでる。リアルで話が落ち込んでる。It's been a long time。 あ、また歌って帰ってたな。歌ってるの。じゃあ俺が自由にやれって言われたから1日2数減らします。あはあ、あーあー、そういうことするから。私も普段の行いが悪いから。ほんとなんでだよ、もうさあ、くそ。よし、結婚するか、今日。今日、でもなんか今日なんかここまで取れそうじゃね。あの、切れてるっすよから。ねえ、まあ、とりあえず下行くね。ちょっと下もう一回探索してくるわ。これさ、普通にさ、表側からドア開けたらさ、うん、あのセキュリティのとこ今レーダー切れてるならなんか開けねえじゃん。あそこあるかな。特になんか何もなさそうな気するけどな。何もないのかな。俺そっちの方やってみろ。俺逆に、うんうん、おう、どうだどうだ。ちょ、今日結婚の日だからお前たちちょっともっと気を締めないと。結婚するかちょっと悩んでるか。やるか。どうするかみたいな。どうするか。あ、気を引き締めろ。何、あそこ石炭ある。あ、鉄鉱石ある、あそこに。ここの奥、これどこだ。どこ。あそこの鉄取れたら、やばいね、これ熱いね。1個しか見れないけど、1個発見したらでかい。ね、いける。やめろそれ。なんでだよ。え、みんなはさ、脱獄したら何したい。うん、僕はさ、夢があるんだよね。なになに。僕はさ、女の子に囲まれてさ、ハーレムな暮らしをするんだ。ここやってたら。いいね。奇遇だな、俺も女遊びを考えてたわ。俺もさつまいもちゃんと、さつまいもちゃんと、じゃがいもちゃんと、うん、里芋ちゃんと、いろんな芋をたぶらかしてえな。おお。ちょっと男子、今さ、人間にならなくていいんだ。真剣な時なんだからさ、ちゃんとやってくんない。体育祭とか文化祭の時にやるよね。真剣なんだからさ、女子、ね、これもう戻った方がいいんじゃないの。そろそろ怖いよね。そろそろ怖くない。でも鉄鉱石あったのを見つけただけでね。そうね、まあ、そうだね、あそこにあったんだね、うん。え、なになに、びっくり、怖い怖い怖い、なになに、正面から帰ってきたんだけど、この人。え、誰、そういうことね。そうだよ、で俺ここに来た。おい、お前たち、お前たちも来い、早くお前たちも来いって。なんでなんで、やばい、早く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 、やばい、あと早く入って。あ、オッケー、パクれるパクれる、ケチャオもケチャオもいける、ケチャオもパクりたい。なんかある、なんかある、ケチャオも来たぞ、なんかパクれるぞ。カードある、カード腐ったパンいらねえって、カードある、マジ。え、なんかカード、これ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 、ほんとだ。どこ、あ、監視長のカードキーだって。これ取っていい。そう、いやいや、取れ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 、取った取った、監視長のカードキー、よしよしよし、任せないか。パン、くさ、パンパンぐらい飾るべ。あ、パン、オッケーオッケー、飾る飾る飾る、はい、オッケー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 、よし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 、どこだ。え、もしバレたらなんて言う、これ。え、いや、知りませんで行くしかない、だって俺たち関係ないもんね。まあ確かに確かに、監視長のカードキー、閉めてあげる、閉めてあげる。そうだ、これパクれたでしょ。みんなちょっと俺の作戦褒めてよ。いや、ナイスナイスナイス、これでかいな。でもお前たちが外に出た時は女の子ととかさつまいもちゃんととか言ってる中、俺は必死に一人で走ったよ。お前あそこのセキュリティの鍵パクったんだからさ。いや、でもさ、モチベ上がっただろ。よし、ちょっとやって、ちゃんとやってくんない。ちなみに、マズタはあの外出たら何したいの。もう俺はなんだよ、血も取れてんじゃねえかよ。また犯罪を犯そうとしてんのかな、やっぱ。でもあれだよ、おばあちゃんの膝逆に折ってここに来てんだよ。確かに。何しだすか分かんねえよ。これさ、海外とか行って、うん、それで何やとかする。うわ、めっちゃいいやつ。あ、朝になった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 、出るぞ。めっちゃいいやつだな。今日実はプリン先輩が、お休みで。おう、え、あるのね。待って、しかも待って、ごめん、もう一個だけ言わせて。ごめん、監視塔も繋がってる、ここから。え、裏から入れる、下に繋がって。え、待って、チグの部屋、チグ監視の部屋来た。えぇ、だからお前、監視の部屋も来た。え、ナイス、まだ大丈夫かな。オッケー、顔やばいっしょ。